こんにちは、栃木のたけし農場です。8月の盆過ぎに植えた秋ジャガなんですが、ちょっと草が生えてきました。8月はね、カラカラ天気で草生えなかったんですが、9月に入って、何回か雨降りましたので、草が一斉に生え出しました。で、除草を兼ねて今ここにあるこれトウグワという道具なんですが、トウグワで畝上げと中耕をやっていきたいと思います。これが、じゃがいもを割っている畝です。こんな感じでこの畝の両側から土を上げていきます。以下同じ作業なので一回止めます。はい、トウグワによる畝上げが終わりましたので、今度畝と畝の間、オートカルチで、耕したいと思います。じゃあ行ってきます。まずギアを入れます。ロータリーの回転するギアです。同じ作業なので一回止めます。